皆さんどうも、香港在住のゆうやです。いかがお過ごしでしょうか？今ね、もうね、ちょっと今日仕事後に同僚と飲んで海鮮食べてちょっと酔っ払ってるんですけど、もうね、それで帰ってきて、もう今時間が1時40、逆だ、ここか、時間がね、もう深夜1時44分です。いやー、もうね、満腹です。お酒もいっぱい飲んで、ちょっと顔赤いと思うんですけど、はい、ちょっともうほろ酔い姿です。ろれつ回ってるかな。ちょっとプロテインシェイクを飲みながら、ちょっとね、最近思ったことをお話ししたいなと思います。ちなみにプロテインがこれ、ディーゼルってやつの、ストロベリー飲んでるんですけど、めちゃくちゃ美味しいです。これプロモーションとかその一切関係なく、もうめちゃくちゃ美味しくて、変なもの全然入ってないんで、本当にナチュラルなものしか使ってなくて、しかも1杯で 27g もプロテインが入ってるっていう優れものです。あー、うまっ。それよりもね、おいおい、お前家変わってるじゃないかっていうところがまずツッコミで入ると思うんですけど、はい、ついに引っ越しをしました。もうこの動画を上げるときには、その引っ越しの様子とか多分上げてるとは思うんですけど、最近なかなかね、編集の時間が取れなくて、ビデオは溜まってきてるんですけど、全然ね、上げれてないんですよね、編集が追いついてなくて。はい、このハッピーバレーの新居にもう引っ越しております。で、今日なんでビデオを回したかっていうとね、もうね、この新居なんですけど、今まで住んでいたノースポイントの家っていうのが100スクエアフィートぐらいしかないんですよ。だから9平米。約9平米。で、ここが約280スクエアフィートあるんですね。だから25平米ぐらいなんですよ。単純に 2.5 倍ぐらいのスペースになったんですよね。もう倍どころじゃないです。2.5 倍ですから。でね、もうね、正直ね、落ち着かないんですよ、この部屋が広すぎて。でもこの広さって、ね、日本のワンルームの広さとほぼ同じなんで、僕も日本でワンルーム住んでたこともあるし、まあでも20とか23とかだったかな。ここの方が気持ち広いかもしれないですね。まあ家賃はね、ここの方が全然バカ高いんですけど、まあそれは置いといたとして、ここの詳細な部分、ルームツアーもまた今後しっかりやろうと思うんですけど、まあ今日はちょっとね、こうやってほろ酔いで酔っ払ってるってこともあるんで、最近本当に素直に思うことを話そうと思ってます。もうね、ほんとね、ぜひね、僕が4年間住んでいたそのノースポイントの家のね、ビデオ、ここにもパッと出すんで、ぜひ見てほしいんですけれど、やっぱね、ああいう狭い部屋に住んでると、もうほんとね、なんだろう、もう心も脳ももう洗脳されてるなって思いました。だってもうこの普通の部屋がもう落ち着かないんですもん。で、まあ最近ね、このカーペットをイケアで1万5000円くらいかな買って、これでちょっとね、雰囲気変わったんですけども、もうこれどてたらちょっとどうだろう、まあ、下フローリングなんですけど、わかります？このなんかもうパーってフローリングだけだとなおさら落ち着かなくないですか？ほら、なんか全然雰囲気違うでしょ。これよりもやっぱカーペットあったらだいぶ温かみ出ますよね。え、そんなのカーペット敷いてる敷いてないで雰囲気変わるの当たり前じゃんって思った方いると思うんですけど、ぜひ僕のそのさっきも言ったけど、ノースポイントでの家の生活を見てみてください。もうカーペットとかそういう話どころじゃないんで、そんなレベルの話じゃないところに僕は住んでたんで、今でもね、鮮明に覚えてるんですけど、フランフラン創始者の高島さん、まあ、高島社長。まあ、今はもうフランフランをね、抜けて、会社を会長として、一方現場から退いてるんですけども、高島さんね、僕、12年ぐらい前に香港で、僕が働いてるバーに来てくださって、接客して、まあ、Facebook とかも繋がって、それから毎回ね、Facebook 楽しく、いつも見させてもらってるんですけど、だからこれから言うことは悪口でも何でもないし、全くネガティブじゃないんですけどね、高島さんが実際海外にコロナ中に行って帰ってきますってなると、何かでも隔離があるじゃないですか。で、隔離ホテルのことを Facebook で上げてたんですね。
で、それ、まあ、ちょっと遡っちゃうからここに出したりとかできないんですけど、まあ、絶対残ってるはずなんです、高島さんの Facebook に。その話の続きをすると、まあ、隔離で入った部屋っていうのは選べないんですね、日本は。香港は選べるんですけど、日本は選べないんです。勝手に、その、政府側にアサインされて、ここで隔離してください。で、その隔離部屋のことを話していて、まあ、食事は置いといたとして、お部屋がね、やっぱりね、狭いんですよ。で、高島さんは、こんな人間らしくない生活させるべきじゃないと、って言ってたのもすっごく印象的に覚えてて、でもその人間らしくない生活というか、これは人間の扱いじゃないだろうみたいな、そういった部屋っていうのが、僕が4年間住んだノースポイントの部屋よりも全然いい部屋なんですよ。もうちょっと広いし、設備もちゃんとしてるし、だから多分一般的な日本の考えの方からしたら、僕が住んでいたその4年間の部屋、もうぜひビデオ見てほしいんですけど、もうちょっと言い過ぎだね。本当ね、高島さんからしたら人間が住むとこじゃないようなところに僕は4年間住んでいて、そういう生活を4年するともう心も頭も洗脳されて、こういう普通の部屋に住んだらもう違和感でしかないですよ。まあソファーがなくてね、落ち着かないっていうのもあるし、まあテーブルもまだないんで、もう後ろのね、あのワイン木箱、あれをテーブルにしてここでちょっと飲んだことはあるんですけども、あの友達含めてね、一人だと座る気もしないしね、わざわざテーブル作ってなんかする気もならないから、前のビデオ見てもらった方はわかると思うんですけど、これあの僕の勉強机なんです。で、それをそのまま持ってきてるんで、基本的に今この上で生活してます。この上でご飯も食べるし、アニメも見るし、だから前の部屋と何も変わってないんですよ、いる位置が。まあ椅子がね、これこの青い椅子はあのたまたまここにあったんで、入居した時に部屋にあった椅子をそのまま使ってるんですけど、ね、それ以外変わらないですからね。むしろなんかちょっと広くなって不便みたいな。今までは冷蔵庫ここにあってバッてやったらもうね、飲み物取れたから、でも今奥に行かないと冷蔵庫ないから不便だなぁと思いながら、いやでもなんかね、そうやってこの部屋で落ち着かないなって思った時に、その高島さんの話がパッと出てきて、本当人間らしい生活って何なんだろうって思ったし、その僕って何かやってる最中、そのオンゴインな状態、何かをやってる過程っていうのは辛かったり苦しくてもそんなに感じないんですよね。でも後々になって振り返ってみると、あーあの仕事ほんと大変だったなとか辛かったなとか、やっぱね、すっごいそういう風に思うんですよね。これってもしかしたら男脳なのかもしれないけど、だからイルマ改めてね、その4年間いたね、高島さんからしたら人間の住むとこじゃないようなお部屋にいた時間って振り返ったら、まあ、確かにちょっとしんどかったなっていうのは思います。何度も言いますけど、そのね、4年間いなければならなかった、動けなかった理由っていうのはまたちゃんと今度はお話ししようと思うので、今はねこんな風にね堂々と見せれるような部屋にようやく住めたんで、はい、そこはまたちょっとここでゆっくり撮影しようかなと思います。まあちょっとまとまりが悪くなっちゃいましたけど、はい、今日はこんな酔っ払いに付き合ってくださってありがとうございます。まあこれが新居に入って約1週間かな、僕が感じた素直な気持ちです。ただ単に引っ越しして大きいとこに住めてイエーイっていう感じでは全然ないってことです。もうなんか本当に心が侵されてるんだなって実感しました。まあちょっとね、これからはもうちょっと人生のこう、何、クオリティオブライフっていうんですか、ちょっとフォーカスして、もっともっと、普段の生活も含めて、良くしていこうかな、良くしていくというか、心地いいものに、そうですね、できるようにしていきたいなと思ってます。で、まあもうソファーが外に来てるんで、ちょっとこれからそれやります。で、まあソファーの話もちょっと面白いんで、タオバオのちょっと使い方だったりとか、あるのかな、YouTube でそういうの出してるの。まあでも僕は実際にやったタオバオの使い方だったりとか、イメージ図があるんです。そのオーダーするときの。それと実際のものがどんだけ
一緒なのか違うのかっていうのも面白いから、ちょっとビデオ作ってみたいなと思いますので、楽しみにしていてください。それでは皆さん、また次回お会いいたしましょう。 See you next time. Bye.